クレアエフェクト、マルスとの接続開始。発射まで2秒。軍神よ、我を呪え。空うがつは涙の星。ティアードロップフォトンレイ。終わりだ、ローマの皇帝よ。許せ、サーヴァントでは私を倒せない。文明は、人は、私に抗うことはできないのだから。命は、奪いたくは、ない。私は、その意味をまだ知らない。だが、私には、破壊しかないのだ。他には、何もない。だから何だというのだ。貴様は貴様だ。そして世は世だ。小さき人の身であれど、認められぬこと、許容できぬことがある。いつか罪業の報いにこの身が焼かれようとも、迷いしかない光にこの身が焼かれることは決してない。かつてのせいで全てを諦めた過ちを、愚かさを、私は知っている。もう二度とあの過ちは繰り返さない。そう、世はもう何一つ諦めない。何より、何より、こんな身勝手なサーヴァントを信じ頼ってくれる者に巡り会えたのだ。我がマスターが目を背けぬ限り、この命を包む輝きは消え去らない。たとえ世の霊気が一桁になろうとも、倒れぬ、くじけぬ、燃え尽きぬ。なぜ、なぜなら、それが命の基本原理、愛と呼ばれる炎だからだ。冒険の前理創を防御に回した。だがそんなことをすればレガリアが、うむ、壊れるであろうな。だが後のことは後のこと。目をそらすな、我が宿敵。今この時は世だけに専念するがよい。さあ、投げていくぞ。レグナムカエロラムエトジェヘナ、気づかれよ我が魔天。ここに至高の光を示せ。舞い散るが花、切り裂くは星。しかしてたたえよ、ドムス・アウレアト。黄金の劇場か。あ、これは美しい。世を美しいというのなら、それは貴様も同じ。破壊しか能がないだとと
笑わせるな。我が光に勝るとも劣らぬ剣の英霊、それが貴様だ、英霊アルテラ。それを今この剣を持って叩き込む。天幕よ、今こそ流星より特落ちよ。いささか無理をした。よう一人では無理だった。だが二人ではかなったな。うむ、感謝するぞマスター。そなたはいつも余が一番欲しいものをくれるのだな。痛烈だ。これほど真に響く痛みは私が敗れ去った時以来だ。溢れる星の光ではない、人が持つ一条の光。そして、ああ、見事な壮麗の劇場だ。美しいものを私は見た。黄金の劇場と、そこで舞うお前ネロ。貴様もだアルテラ。我らは命を削り合い、心をぶつけ合い、共に待った。まあ手を取りながらとはいかなかったのは反省すべき点ではあるが、女が二人いながら物騒なことこの上ない。そうか、私もお前と待ったのか。ならば私は初めて誰かと待ったのだな。私のマスター、いけない、指輪から出ては危険。お前を守れなく。守るか、やっと本音が出たなアルテラ。貴様は旅衆として奏者を扱っていたと言ったが、それは真実ではないのだろう。キャスターと、いや、この世と同じくして貴様もまた奏者のサーヴァントであったのだな。何を言う。私はマスターが必要だっただけだ。契約者がいなければ私はこの体を。えい、この後に及んで白々しい。キャスターといい、貴様といい、最後には塩らしくなりよって。要はそんなに悪役にしたいか。冗談ではないぞ。要は暴君ではあったが野暮天ではない。事情は後で聞く。今は敗者として世の言葉を聞け。アルテラ、これよりの地は
貴様も世の臣民となれ。本来であれば無理にでもレガリアを奪い、三味のうち肉体を司る奏者と世の精神の奏者とを統合せしめるところではあるが、しばらくの間貴様は捕虜であり客人だ。文句はないな。いや、それは。そうとも、それは不可能でしょう。レガリアの所有者はあなた一人でなくてはいけません。それは月の聖杯戦争を経て確定された事実。サーバント・セイバー、あなただけがセラフの神王であらせられる。以前にもそう言いましたね。わざわざ顔を出すとはな。それほどまでにレガリアの統合を望むか。レガリアの統合、そうですね。ああ、そういうことにしていましたね。何？キャスターの排除は当然の結果です。あなたにはそれだけの実績と能力がある。答えは間違いようがない。しかし、その後アルテラ撃退は不確定だった。十中八九あなたはアルテラには敗れ去る。それが当然の結果だったのです。理解できないとはこのことですね。本当にアルテラとの戦いで生き残るとは、これが最弱から最強に至った者の揺らぎですか。いや、吐き気がするほど見事でした。ムーンセル・オートマトンより正しき王権の所有者として選出されただけのことはある。計算上、理論上、ムーンセルはベルバーには対抗できない。ムーンセルはその事実を知りながら覆せない。故に自身にはない特性を持つ者に戦う権利を譲った。インベーダーにはイノベーターを、反則には特例を当て未知の未来を呼び寄せようとしているのです。まったく、自身の行く末を賭け事のように扱うとは、観測機としては致命的な過失ですが。さて、見事セラフ統一を果たされた神王にはご機嫌麗しく、しかしながら申し上げる、快進撃はここで終わりです。あなたとあなたのマスターはいささか勝ちすぎた。ほう、勝利しろと言ったのは貴様だろうに。世がアルテラに倒されない、あるいは世がアルテラを殺さないことがよほど想定外だったと見えるな。全くもって、そのアルテラが英霊程度の霊気に落ちているとはいえ、制したのは素直に感動しました。ですが、とどめを刺さず、アマツさえ臣民に迎え入れるなんて結末は論外です。それでは何の益もない。らしいといえばらしいですが、やりすぎですよ、可愛らしい皇帝陛下。あ、その姿、その文様、アルキメデス、貴様、それは。Yeah.
くし宰相にありがちな権力者を潰し合わせて権力総取りですよ的な企みを持っているなとは思っていたが、貴様そこまで直球だったのか。病を治すべきシステム管理者がまず真っ先に感染しているとは、大たわけにも程があろう。いやいや、まったく皇帝陛下の言葉は奔放のようでいて痛いところをつく。ですがこれが真実です。ご覧の通り、私はベルバーの側に立つものですよ。権力を欲するのなら与えたものを。二度目はないと言ったぞ、白草のアルキメデス。二度目ではないのです。正しくはこれこそが一度目の嘘でしょうね。なんともはや血気盛んな新王か。そして麗しい、こうして敵になった者にさえ惜しいと好意をあらわにしている。あなたは私を尊敬し愚したいとまだ思っている。敵であろうと認め肯定しようとするあなたの性質は麗しいとしか言いようがない。だが、それが私にはこの上なく不愉快なのだよ。敵と分かり、不要と分かり、消去することが最善と理解していながらなお共存するだと。貶めたもの、好き嫌いなどという感情を優先し当然の結果を変動させるその人間性こそが私の敵だ。ああ、好き嫌いは良くないと。そういう貴様こそ世を憎んでいるようだが、矛盾してはいないか。ええ、もちろん私も含めて人間は不出来です。ですがあなたほどカオスでもない。私はあなたを嫌っていますが、計画に必要な人材なので重宝したでしょ。つまり目的のために自身の感情を流したのです。一方あなたたちは真逆だ。目的は明白なのに感情を優先してその過程をねじ曲げ違う結果にたどり着く。それが英雄性、カリスマと呼ばれるものなのでしょう。まさにあなたはレガリアを持つにふさわしい英霊だった。実に気高い、実に美しい。青のキャスターと殺し合うかと思えばあのような結末を導き、そして今はアルテラまで下してみせた。余分だ、余分すぎる。目に余るほどの過剰摂取、おぞましいほどの上昇無敗。セラフの統一を果たしたことは称賛しよう。だがどうあってもお前たちはベルバーに敗北する必要がある。セイバーは砕け、レガリアは砕け、セラフは砕け、ムーンセルオートマトンも砕け。やがてはそう、地球上の文明と生命の全てが砕かれる。美しきものも醜きものも、輝けるものも暗きものも、愛も絆も魂も肉体も精神も情報も、あらゆる全て、ベルバーの到来に際しては捕食される。それが当然の結末だ。さあ破壊の時ですよ、アルテラ。英霊の、いえ人間の真似事はもう十分でしょう。
何であれ夢は覚めるもの。この名と共に目を覚ますがいい。優勢の真なる化身セファールよ。最後まであなたとは価値観が合いませんでしたね。そもそもあの星の紋章は格落ちしたスキル。これこそ本来の形、優勢の紋章。この個体がベルバーの分身である証であればこそ、愛に焦がれ絆を求めて苦悶するまでもない。こうして真なる形態を導いてやるまでのこと。さあ見るがいい。そして砕けよ。見るがいい。これだ。サーバント程度の霊気には収まらぬ質量。知性によって作られたもの全てを破壊し、自らの質量に変換し成長し続ける巨神。まさに星を平らにするために作られたもの。今の人類でこれが御せるか。いや、何者も抗えまい。絶望さえも砕き尽くす。これこそが破壊の大王。アルタミラの石碑に残された災害、砂漠に眠るセファールの巨人、これが月すらも滅ぼす異様そのもの。もちろん任せよ。勝つぞ。そうしよ、少しの辛抱だ。
見えるか、奏者。アルテラの肩に三人目の奏者が。情熱と愛、そう言ってくれるのか。我が半生を知った上で、まだネロ・クラウディウスは愛を持っていたと。手は失えないな。これほどよう信じてくれる者にこの先出会えることはない。仮に1万4000年もの時間をかけても、そなたに出会える奇跡は起こるまい。私にとってはこの星より尊い出会いだった。うむ、ならばここで引く通りはないな。手を取ってくれ、奏者よ。絶望も凱旋もそなたと共に通り過ぎよう。思えば貴様の剣はマルスの名を冠するもの。巨神というのもうなずける。だがあいにくだったな。世のお気に入りはヴィナスだ。敬う柱には程遠い。行くぞ巨神アルテラ、正真正銘、これが最後の戦いだ。
兵庫の方に魔力が集中しているんだ。あれを破壊せば、あるいは焦らず攻撃のチャンスを送れ。必ず勝機はある。コアを攻撃しろ。この運命、そなたと共に開くがよい。はー、ヒガレイクテス。クレメール、レガリアの力、攻撃効果が薄い。奴の防御システムでガードされているようだ。セファール相手にダメージを与えるとは、さすがは死ぬだが無駄なこと。わずかでも攻撃は効いている。効いている以上無敵ではあるまい。よし、ムーンクラッチの攻撃で奴の防御システムがガードしたようだ。反撃のチャンスというやつだ。君のありったけを叩き込んでやれ。ムーンクラッチなら奴の防御を貫く。レガリアの力を使うんだ。
進化に染めよう。
い時だ。行くぞベル奏者よ。ここまでやるのか。サーヴァント風情が王権の力とはいえ、王権だけの力ではない。よと奏者の力だ。Yeah!